仏壇チャンネルをご覧いただきいつもありがとうございます。ありがとうございます。杉本仏光堂丹です。榎本です。はい、榎本さん、はい、今ちょっと読んでる本がございまして、おすっごいいい本なんで、はい、ぜひ皆さんにも読んでほしいんですけれども、おすすめですね。こちらです。はい、こちら臨済宗のご住職なんですけれども、はい、平井昭宗先生が書かれた、はい、お坊さんに習う、はい、心が整う朝昼夜の習慣。坊さんに習う心が整うと、すごい心が整いますよ。ほう、はい、深いです、ね、深いです。いい本なんでぜひ皆さん。そうですね、はい、これはちょっと読んだこともないんで、榎本さんもぜひ、はいはい、読んでみます。お願いします。はい、はい、それでは、はい、今日も質問が来ております。はい、お参りするとき、はい、線香に 火をつけるのは、はい、何でつけたらいいんですか。はい、ライターやマッチでいいんですか。はい、どうなんでしょう。はい、とのことです。まあお勤めするときですよね。はい、線香に火をつける、そうですね、お参りするときですね。ほうほうほう。まあその丹さんとかはお線香とか特に何か意識して火つけてます。そうです、あんま意識したこと実はなくて、はい、で僕結構タバコ吸うんで、はいはいはい、ライター持っとるんで、はい、その自分のライターで直接線香をつけたりすることもあるんだけど、はい、多分違うんでしょうね。まあでもお勤めする気持ちが大事ですから、はいはい、まあ、そこはまあそれとはそれとしてお話しますけども、はい、まあいろいろこう僕も仏壇長年勤めてきまして、はいはい、まあ、それの知識と、うん、あとまあお寺さんに、はい、聞いたりしまして、はいはい、まあ、ちょっと今日お話しようと思うんですけども、はいはい、まあやっぱりお線香っていうのはね、うん、やっぱりその亡くなった方の、うん、まあ、お供えであったりって言いますので、そうですね、やっぱり直接火をつけるのは極力控えていただいて、よろしくなかったですね。はい、まず、はい、このろうそくに、ろうそく、はい、火をつけていただいてから、はい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 、その火を使って、そのろうそくに火をつけるときはそうですよね、そう来ると思いましたけども、はい、まあ、そこに関しては、まあ、ライターであったりとか街でいいと思います。はいはいはい、はい、で火をつけてから、うん、ここに、なるほどね、ろうそくの火で、はい、線香でこうやってお線香を、はいはい、炊くようにしてください。なるほどなるほど、はい、はい、それがまあ一応マナーとしては、はいはいはい、まあ、いろいろ多分ね田舎のやり方とかも出てくるとは思いますけど、うん、まあまあそういった形になってます、一般的にはね。はい、はい、でこちらのろうそく、まあ、火なんですけども、はい、まあ、お一つの時は別に全然問題ないんですけど、はいはいはい、まあ、例えば仏壇大きくなってろうそく立てを2つであったりとか、はいはい、花立てを2つの極速、うん、極速言いますね、はいはい、する時だと、はい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 、極速ってこう2つ立ちますよね。そうですね、で両方に火をつけますよね、はい、そしたらどっちの火を使ってお線香を火つけたら、どっちの火を使ってですか。はい、考えたこともなかったですね。考えないですよね、普通はあんまり、どうかな、右利きなんで、右利きの方多いと思うんで、はい、右から火をつける、はい、それ正解です。やった、はい、はい、まあその右利きやから右というわけではないではないないんですけども、はいはい、僕らは結構丹さんとかでもね、仏壇配達とか行くと、はい、ろうそくとか、うん、お花立てとかでこう2つずつついであった時とか、はい、あとお位牌の場所とかあった時に、はい、仏壇って向かって右側の方ですね、の方が上手側、あ、上手言いますね、はい、右側がね、ですので、はい、このろうそくの火を使うのも右の方、うん、向かってね、なるほどね、はい、上手の方から火を使って、はい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 、お線香を焚いてください。あ、それは知らなかったです、はい、覚えておいてください、はい、勉強になります、はいはい、で、うん、あとはまあまあお線香ですよね、ええ、まあ、あとお線香、はい、意味を最後に、お線香はやっぱりご先祖様への、はい、ご本尊様へのお供え物、はい、まあ、もちろんそれもあります、はい、であとはそのやっぱそのお線香の煙が、うん、まあ、周りを浄化したりとか、はい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 、はい、あとそのお線香の火ですよね、明かり、うん、がなくなった方が迷うことなく、おあの世の方に行けるように道しるべ的なね、はい、っていう意味合いとかいろいろこうお線香にもいろんな意味合いがあります。なるほどなるほど、はい、ですからその先ほどもね、そのこのろうそくの火を使ってお線香をつけるのがマナーと言いましたけども、うん、はい、やっぱそういうとこもちゃんとしていただいて、うん、亡くなった方をこう送っていける、うん、まあ、お勤めも気持ちよくできるというのもちょっと心がけてやっていただくと、また普段のお勤めも違った風にまた感じられるんじゃないかなと、うん、そうですよね、はい、はい、思います。なるほど、はい、はい、本日はどうもありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。